2024シーズントップ乙女ピンポンズ名古屋対九州アスティーダの試合は大激戦となりました。それでは今日の試合をハイライトで振り返ります。第1マッチはダブルスです。トップは木村かすみ、難波ゆりか、今シーズン3試合連続このペアです。九州アスティーダは16銀行16フィナンシャルグループキャプテンの竹本智代と、そしてデンソーの野村萌、絶妙なペアになりました。まあ、今日のこのハイライトは長めに尺取っていただかないと喋りきれないぐらいのこうな本当に内容の濃い試合が多くてですね、大変でしたけども、やっぱりこう木村難波ペアは本当に逸実の長があったなという感じですよね。振り返ると最後も本当に攻め切ったりしていくってところがですね、やっぱラリーもだんだん本当にコンビネーションが良くなってきたのが見受けられて良かったと思います。ゲームオール 11-9 でトップのペアが勝利。第2マッチからはシングルスです。トップはキャプテンの難波ゆりか、九州は田口恵美子。この埼玉で小智深谷高校の先輩後輩が対決しました。田口はしかも高校時代に難波の妹平真由香さんとダブルスでインターハイチャンピオンに輝いています。そうですね、いやもう本当に第3ゲーム第4ゲームのこう流れが行ったり来たりっていうのは別としても、第1第2最終ゲームともう本当に大接戦の展開で2人とも一歩も引かずという感じでしたよね。相手に流れがいけば自分もしっかり変えていくという、まあ、本当に異質攻撃型のお互い模範となるようなプレーが多くてですね、手に汗握る展開でしたけれども、まあ最後はね本当に田口がよう押し切ったなと、そういうふうに思わせるような頑張りを見せてくれました。初勝利良かったと思います。ゲームオール13-11、3回のマッチポイントを見逃せました田口、嬉しい T リーグ初勝利です。第3マッチはトップが安藤美奈美、そして九州は牛島聖羅の対戦でした。まあ、序盤の展開からするとやっぱりこう安藤がカット型に得意だというのをですね、やっぱこういかんなく発揮してスッともしかしたら終わってしまうのかなと思いましたけれども、やっぱり安藤の突っつきを狙うとか、タイミングの遅いこうゆっくりなラリー展開をしっかりこう攻撃で締めに行こうという、やっぱりこう牛島のやり方が非常に良かったですよね。ただのタイムアウトだけ、やっぱ心にもう一回火をつけたトップ名古屋のこうコーチ陣良かったんじゃないかなと思いますよね。ゲームカウント2対1、牛島リード、だと牛島リードの場面のタイムアウトでしたね。そうですよね。結果的には3対2、安藤が勝利して第4マッチ、トップは小塩春奈、九州は大学生の世界大会ワールドユニバーシティゲームズで大活躍した入澤京香でした。そうですね、この試合もやっぱりこう入澤がやっぱりこの世界大会で大活躍をしてきて、どういう風に変わっていくのかなと、まあ、そしたらやっぱですね、入澤普通だったら第1ゲームの8連続ポイント取られたところで逆転されているケースだと思うんですけれども、よく頑張りましたよね。その後もやっぱりこうで第2ゲーム以降はやっぱりこう相手が狙ってくるタイミングというのをよくこう理解して戻りを早くしたことで、より冷静な井出さんのカット攻略が見れたというのも今回大きな井出さんの成長が見れた戦いだったと思います。お嬢はねスーパーこう横回転ツッツキだったりとかすごいプレーも多々ありましたけれども、まあ、今日はねちょっと悔し涙となりましたが、また次回に期待ですね。九州の井出沢が3対0で勝利してマッチカウント2対2、ビクトリーマッチに突入します。ビクトリーマッチに起用されたのは九州は野村、そしてトップは安藤でした。そうですよね、ビクトリーマッチの起用っていうのはですね、大体こう 1-2 負けでビクトリーに持ってった選手を起用するってことが多いんですけれども、ここは思い切ってこうダブルスに出てて野村を起用したというのが、まあ、コート出るかというところでしたもでしたけれども、スタート良かったんですよね、野村も思い切りが、ね、はい、良くて、ただ安藤がやっぱりこう野村のミスを誘いながら徐々に自分の展開に持っていくという形、見事にはまって、まあ嬉しいビクトリーでの勝利となったと思ったんだと思います。イレブン4安藤勝利、これでトップがマッチカウント3対2、今シーズン2勝目を手にしました。